いやいや、はい、ここは今ね、南千住の駅です。北千住から次が南千住だってイメージが、常磐線の各駅停車じゃなくて快速か、快速だと隣がね南千住なんで、普通に乗ってたら、次に着いた駅が町屋だったんでちょっとびっくりしてしまいました。ですね、各駅停車に乗っていくと千代田線経由なので南千住は止まらないんですよね。だから北千住で日比谷線に乗り換えないといけないという、はい、やらかしてしまいました。ですね、南千住久しぶりですね。多分動画もしかして撮るの 1年ぶりかな、その間にあったかな。今日はですね、皆さんこんにちはって挨拶をしてないですね、すいません。今日はですね、ガルゴチさんの命日なので南千住に来ました。今正面にこれ動画で見えるかな、もう目の前なんですけど、自分の動画ではゴチさんのとこ何回行ってるかな、3回ぐらい行ってるのかな。南千住の動画で言ったら4、5回上げてるかもしれないですね。はい、なんせ自分の YouTube 一発目がゴチさんの墓参りに行くという動画から始まってるので、今日は命日なのでね、ちょっとね、去年も確か命日に撮った動画が意外と見てもらえてるんでありがとうございます。はい、ちょっと信号待ちなので一回止めます。はい、ちょっとここ信号が長いのでね、はい、もう目の前です。はい、なんか人がいるな、なんだろう。そうですね、今日も暑いです。暑いですね、本当に。はい、ここですよ。はい、人がいますね。はい、ほら、今のよく見たら人がいますねって言ったら、組長でした、組長でした。お墓参り来てたんですね、組長がいました。ちょっとね、今からお線香あげようと思います。はい、今ね、電車で通ってますね。お線香あげました。組長いたんですけどね、自分がお線香あげてる時にこっちに来てくれて、ファンの方って言って、お話しさせてもらえたし、あと、プロレスか、マスコミの人ですよね、斉藤さんかな、あの人だったんで、お話しさせてもらって、で、写真もゴチさんのお墓の前で組長と撮らせていただきました。はい、今日はね、命日なんでね、誰かしらプロレスの人来てるとは思ったんですけど、そんなね、偶然会えるってことはあまりないと思うんで、はい、嬉しかったです。はい、また来年もまた来ます。ですね、こっち側に行くとね、明日の城でいう涙橋とかの方面なんですよ。ちょっと頭だけスカイツリー見えるかな、見えないな、動画じゃ見えないな。で、こっちが、南千住の駅です。で、おそらくこっち行って、これを左、要は向こうですよね、向こう方面に行くと、あれはなんだっけ、都営荒川線、東京桜トラムでしたっけ、あれが、組長向こうにいますね、正面にね。はい、そうです、美濃輪の駅の方になるんじゃないですかね、こっちね。結構歩くかな。今日はね、ちょっと違う別の用があるので、また地下鉄に乗って、日比谷線に乗ってちょっと出てしまうので、荒川じゃなくて、なんだっけ、涙橋の方、あれ川なんでしたっけ、やべっと忘れしたな、の方はちょっとね今日行けないので、はい、ゴチさんの墓参りできました。明治にね、また来年も来たい、もう来たいですけど、とにかくね、南千住の駅は通り過ぎ、松戸から上の方面とか行くには通り過ぎるんで、上からね、たまに方角的に言うとゴチさんのお墓見えるので、たまにね、駅の方からは、まあ、気持ち手を合わせじゃないですけどしてたので、ゴチさんのお墓はね、しょっちゅう見ております。
でもね、お墓参りは本当1年ぶりになってしまいましたけど来ました。はい、組長も会いましたし、ごちさんのおかげでいい日になりましたね。ありがとうございました。また見てください。